床にあるのは何の跡だろう。何か隠してるはず。こんなとこに携帯はもらっていくよ。携帯も手に入ったし、姉さんが戻ってこないうちにクロエに見せよう。よかった。やっと戻ってきたか。な、何を見つけた？なんか綺麗だけど、気味の悪い部屋だった。これを見て。やったじゃん。これであいつも終わりだな。俺の寮で何やってる？こそこそ嗅ぎ回りやがって。ちょっと落ち着いてよ。なんだとこれ。マックス、下がってろ。そこをどきやがれ。てめえそんなに死にたいのか。やめろこのボケ。ウォーレン、やめて。もういいよ。いって、なんだよお前ら、その目つきは。お前も、お前も全員して。行こう、早く。覚えてろ、すぐに親父が来るからな。てめえらはもうおしまいだ。姉さんが殴られて当然のやつだとしても、暴力は良くない。なんていうか、びっくりしたよ。ウォーレン、さっきはその、ありがとう。何が？姉さんに頭突き食らわせたろ？やるじゃん。どうかな。早く完全に切れるところだった。まるで姉さんだ。ウォーレンは全然違うよ。ありがとう。これからどうするんだ？俺もついてった方がいいだろう。いつまた乱闘騒ぎになるかわかんないしさ。それとも警察を呼ぶ？警察はダメ。今はまだ。だから、ウォーレンは、その…これは私とマックスとで肩をつけるよ。ありがとな。そうか。俺にできることはある？それじゃあ、姉さんの父親のこと、できる限り調べて。わかった。季節外れの雪と日食もそうだけど、最近はきな臭いことが多いな。ありがとう、ウォーレン。本当に。また、電話するね。約束だぞ。今なら何でも来いって気分だ。うん、頼もしい。あいつマックスにベタ惚れじゃん。やっぱり。しかし姉さん、フルボッコだったな。うん、ちょっと怖かったね。次はフランクだな。連絡取れるの？金を匂わせれば即レスだ。ほらな、今すぐ来いって。じゃあ早速行こう。砂浜のクジラたち、かわいそうだね。ああ、今頃あいつらの家族、海の中で心配してるだろうな。よし、待ってろよ、フランク。銃がありゃ楽だったのに。話し合いをするんでしょ？銃なんか必要ないって。心配するな、脅しに使うだけだ。それに、うっかり殺したら巻き戻しゃいい。だから、
私の力を当てにしちゃダメだってば。言ったでしょ、いつ使えなくなってもおかしくないんだよ。こんなのガキの頃は想像もつかなかったな。早く終わらせてクロエとポートランドに遊びに行きたい。それいいな、マックスと私とレイチェルで。そうだよ、だからバカなことはしないで、フランクに借金返して顧客の本名を聞き出す、それだけ。ああ、分かってるよ。よし行こう。土曜には元凶がなくなってるかもね。悪夢が始まった場所。心配ご無用。宇宙の法則とかわかんないけど、きっとこの現象にも理由があるはず。ついさっきまでもう一つの世界でクロエとここにいたなんて。ちょっとたまにはゴミ出しないよ。ここで人生を考えつつお酒を飲むと、クロエは準備できてるみたい。なんだ、一人多いな。なんで連れてきた？相棒だから。ボディーガード気取りか。それで金は持ってきたんだろうな。確かに、さっさと返しゃいいものを。返さねえなら借りねえことだ。じゃあとっとと帰んな。待って、ちょっと聞きたいことがあるんだ。なんだお前、まだ懲りてねえのか。帰れ。ったく、わったよ。売り物はやらねえぞ。そんなこと頼みに来たんじゃないだろうな。お前はその手のこととは無縁そうだ。で、何を聞きたいんだ。顧客の本名を教えてもらいたいの。なんだ、そんなことかよ。もったいつきやがって。ついでに車のキーもやろうか。なんでわからないの。重要なことなの。わからないね。まともに相手すんのもアホらしい。大体その人を見下した態度が気に入らねえ。違う、私はただ。これだからブラックウェルのガキどもは平気で人にたかりやがる。厚かましい。こっちは商売なんだよ。よく言うよ。そのガキどもに飯食わしてもらってんだろ。役売りつけてさ。もういい、帰れ。無駄話に付き合って損したぞ。お願い、喧嘩しに来たんじゃないの。私たちだけじゃどうにもならない。まったくよく言うぜ。人に銃突きつけたのはドイツだ。それは、そのごめんなさい。ここ最近バカなことしてばっかりだけど、その中でも一番バカだったと思う。ようやくまともなこと言ったな。いいか、本気で殺す気がねえなら銃なんか出さねえことだ。まあお前じゃハエも殺せねえだろうが。分かってる。あの時だって本当に撃つ気はなくて。ただ、あんたがナイフ出したからビビっただけだ。あの時は三人ともどうかしてたんだって。いいだろう、ひとまず休戦だ。だが妙なことしたら
俺の犬引いたトラックの運転手みてえに半殺しにしてやるからな。犬がトラックに、かわいそうに。その無事だったの？奇跡的に命は助かった。てめえにはどうでもいいことだろ。犬は大好きだよ。刀剣を何匹も助けたんだってね。立派だと思う。別にどうってことねえよ。動物がひでえ扱い受けてんのはほっとけなくてよ。ポンピドゥもそん時引き取った。いい飼い主に巡り会えてポンピドゥは幸せだね。それよりレイチェルの話だろ。レイチェル、まさかそれが本当の目的か。もう少しでレイチェルの居場所が分かりそうなの。そのためにはどうしてもフランクの協力が必要で。俺が何もできなかったのにてめえらに何ができる。思いやがってんじゃねえぞ。ガキの遊びに付き合う暇はねえ。フランクは誰よりもレイチェルと親しかった。レイチェルにとって特別な人だった。だから力を貸して。最後の望みなの。レイチェルが消えて俺は望みを失ったんだ。正直どうかなっちまいそうだよ。今頃どこにいんだか、せめて声だけでも聞ければ。フランク、お願い、力を貸して。私からもお願いするよ。頼む。顧客リストがいるんだ。どうせ他に当てはねえ。少しでも望みがあんなら信じてやってもいい。ついでに犬に怪我させた犯人も探してくれ。ありがとう。本当助かるよ。ありがとな。お前らにかけてみるからよ。頑張れよ。それじゃな。フランクがメモをくれてよかった。レイチェルには彼の良さが見えてたんだね。クロエ、大丈夫？フランクを説得できてよかった。敵は少ない方がいい。そうだね。今はボードに集中して手がかりをつなぎ合わせなきゃ。これだけ情報があればパーティーの週にネイさんが何をしたかきっとわかる。写真を撮るだけじゃなくてもっとできたことあったのに。この座標で何を追っかけてたんだろう。やり方はあれだったけど、デイビッドは本当にケイトを助け、デイビッドはレイチェルに何が起きたか知ってるの？ただの妄想癖。私も容疑者の一人なんだ。デイビッド、探偵の才能ないんだな。
デイビッドはずっとレイチェルをつけ回してた。